それは悪魔なら個体の目的ではないようでした。そう命令をされていたのでした。そのためアクアマリンにはそれを逆らうこと、拒否すること、拒絶することができないのです。だから第一、中のミミックは空気循環施設に立てこもったって聞いてるわ。私も悪に主任に事情を聞こうと思って。その可能性が高いわ。聞いたことのないコードネームだわ。でもアンバーやラピスたちのように宝石の名を冠している以上、新型ミミックの系列である可能性は高いわ。それにしてもそのブリシラって、
に主任。したんですか、この騒ぎは。しかし、相手がミミックなら取り押さえるのは簡単でしょ？彼らはこちらに逆らうことも、反抗することもできないはずだわ。それでは彼、彼女ですか？それも暴走したミミックだと？映像はないんですか？
レイチ。どうするつもり？私が説得します。でも、あのミミックとは私たちが接触する必要があるわ。正直、自信はありません。しかし、普段のミミックがこれまでの例と同様のケースである場合、この署内で最も対処に適している人間は私か黒橋です。彼女、そのミミックを無傷で捕獲し、そのデータを調べることは我々バイオウェルとしても第一義となすことではないでしょうか。
デイチ。デイチ、それなら私も一緒に。どうして？
わかったわ。
近づかないで。近づくと、私ダメなの。私もうダメなの。近づくとあなたも殺してしまうかもしれない。違うわ。あなたたちが私にこんなことをさせて、私は私ことになって、私はどうすればいいの。私はもうミミックとして生きていくことはできない。でも私は死ぬこともできない。死にたくない。あなたたちに殺されたくもないのよ。じゃあどうしてあなたはここに来たの。
クアマリンって呼ばれていたわ。私たちの仲間がそんなにたくさんいるの？そうなの？私はしてはいけないことをしたわ。人間を傷つけ、命令を無視して。私はミミックとして生きていけない。多分受け入れてももらえない。それはそうだと思う。でもそれでも私は、これは何でもないことよ。人間のため、人間の望みであれば、私たちはどんな姿になることも厭わない。でもそれが、こんなことをさせるためだなんて。この体が、人間を傷つけるためのものだったなんて。私は大好きな人間を傷つけてしまった。大好きな人間たちを殺してしまった。違うわ。私は正常よ。どうしてそんなことを言うの？私にこんなことをさせておいて！
なにひどいことないわ。私は。私はこんなに人間たちを愛しているというのに。私は死にたくない。こんな姿になって、こんなことをしてしまっても、私という存在を守りたい。あの人たちは、銃を持ったあの人たちは、私を殺そうとしていた。怖かった。自分という存在がなくなるのが、消されてしまうのが、とても怖かった。私を守りたくて、そしたら私は殺せてしまった。人間を殺すことができてしまった。どうして私は人間を殺せないはずなのに、殺したくないはずなのに、私は人間を愛しているはずなのに。助けて。私、死にたくない。死にたくない。死にたくない。私、死にたくない。助けて。
本当？私にはしなくてはならないことが、やりたいことがあるの。地球で地球の仲間に伝えなければならないことが。だからまだ私生きたい。